アシベニーグジは、北ヨーロッパで見られるイグチ科のキノコの一種である。クリスティアン・ヘンドリック・ペルズーによって1801年に初めて記述され、そのカラフルな軸から、ギリシア語で、かわいい、足という意味の言葉より命名された。ドイツ語でも、かわいい足のキノコを意味する、スコンフッソローリングと呼ばれる。見た目は綺麗だが、味は、とても苦く、食用には向かないため、 英語圏ではビタービーチボレッタと呼ばれることもある。傘は黄色の筋が入ったベージュ色からオリーブ色で12センチメートルほどの大きさになる。軸は黄色からピンク色で黄色の反転は枯れる頃には青色になる。胞子はオリーブ色から茶色である。匂いは強い。北ヨーロッパや北アメリカ北西部ミシガン州の落葉樹。 特にカバの木やカシの根元に7月から12月頃に現れる。ただし、ミシガン州のものは別の亜種である可能性もある。ロシアの科学者バシル・エバは1978年にこの書を食用として記している。しかし少なくともその味から食用には向かないし、いくらか毒性もある。調理しても苦味は消えない。長沢久志監修、日本の毒キノコによると、 ムスカリンなどの毒を含み、腹痛、下痢、痙攣などを引き起こす。ありがとうございます。